思いやり、助け合い、心触れ合う幸せな町。互いに心と体を鍛え、健やかに生き生き暮らす町。光り輝くあの太陽のように、明るく、暖かく、たくましく。明日への希望に満ち満ちた、そんな我が町、中央区。皆さんご機嫌いかがですか。私の中央ご案内役の伊藤のり子です。こんにちは、レポーターの新井真由美です。今ご紹介しましたのは、去る4月1日に宣言されました太陽の町中央区宣言。これは福祉の向上、健康の増進、そしてスポーツの振興をより一層充実して、まあ、希望に満ちた街づくりを、狙ったものなんですよね。はい、そうですね。私たちが普段生活をしていく上で健康は欠かせないものですよね。健康を維持したり増進したりする上でスポーツも欠かせないものだと思います。それ何よりも心身のリフレッシュになりますからね。そうですね。またハンディキャップを背負っている方たちにとって健康な生活を送るためには福祉のより一層の充実が求められると思うんです。でも若くて健康であるうちはなかなかこういった問題に触れることは少ないようです。そこで今回はこの宣言をきっかけにしまして、改めて私たちの周りの福祉について考えてみたいと思います。ということで今回は中央区の福祉の特集をお届けしてまいります。真由美ちゃん、はい、太陽の町中央区宣言でも、福祉、健康、スポーツとあるように中央区では予算の面でもサービスの面でも今後一層の福祉の充実を図っていくようなんですけれども、はい、その辺のところはどうでしょう。はい、それについては中央区の福祉部を訪ねてみましたので、その様子をご覧ください。どうぞよろしくお願いいたします。いえいえ、こちらこそ。今年度中央区では、はい、太陽の町中央区宣言をし、はい、健康、福祉、スポーツと、3大テーマを取り上げたわけなんですけれども、はい、その中でも特に福祉についてはいろいろと考えさせられることが多いと思うんですが、はい、中央区では福祉についてはどのようにお考えですか。そうですね、この太陽の町宣言といいますのは、はい、思いやりとか助け合い、はい、心を触れ合う幸せな町と、はい、いうことが、つまり福祉の原点かなというふうに思ってます。はい、したがって、例えば老人人口で申し上げますと、中央区では総人口に占める割合というのがですね、はい、非常に高くてですね、総人口の65歳以上の割合がですね 14.4% ぐらい現在ですね、はい、ということで23区の中でも台東、千代田に次いで、中央区は3番目に高いということでございます。はい、で、全国的に見ても非常に高いような現状であって、これから21世紀初頭に向けましてですね、ピークを迎えられると、迎えるというようなことで、これから特に老人福祉対策については力を入れていかなきゃならないという問題があろうかというふうに考えています。特にこういった方たちにどういったサービスを行うと思ってらっしゃいますか。はい、最近はですね、従来ですと特に施設にお入りいただくという施策が非常に多かったというふうに思うんですけども、はい、そうじゃなくてお年寄りの方々は、地域の中で、はい、その地域の人々とともに生活をしていくというようなことが求められています。はい、したがって在宅福祉といいますか、自宅にいながらですね、その福祉
をこうの施策を僕らは展開していかなきゃならないというふうに思ってます、はい、それと心身障害者についてはどうでしょうか。心身障害者についてもですね、はい、やっぱり高齢者の方々と同じように地域の中で安心して暮らせるということが基本になります、はい、したがって障害の程度あるいは種類によって違いますけれども、はい、それぞれのその障害程度に応じたですね施策を展開していくということで、まあ、老人と同じような考え方で在宅福祉の推進していくと、はい、今は基本的な考え方です。具体的には、まあ、社会参加ということで、まあ、福祉センターなどを利用しましてですね、その応援に通称をしていただきまして、まあ、いろんな方と触れ合いをしていただくということもありますし、その他にリクレーションだとかそういう施策を行いましてね、あるいはボランティアの方々との触れ合いを持つとか、そういうことで、まあ、交流を図っていこうというふうに思っています。はい、でまた実施も現実はしておるところです。では最後に地域の人たちの触れ合いやボランティアの育成などはどのように考えていらっしゃいますか。そうですね、老人につきましてはですね、はい、まあ、老人クラブなどを通じてですね、はい、いろんな方々との触れ合いということができますし、いろんな経路施設などを利用しますとですね、入浴をしたり、はい、マッサージをしたりというようなことでね、そういう経路感を利用するというような方法もあります。さあ寝たきりの場合には、まあ、現在特養ホームの建設中でありまして、その中に、まあ、在宅サービスセンターというものを、まあ併設する予定でございます。はい、したがってその中でですね、ある程度まるっきりの重度の方々というんじゃなくて、ある程度の、まあ、病弱な方とかそういう方についてはですね、大いに触れ合いを持っていただいて、はい、いろんなリクレーションとかそういうものをしていくというようなことでね、それなりの触れ合いは十分、まあ、持てるんじゃないかなというふうに思いますし、中学校とかですね、はい、それから保育所をですね、三者一体として作っておりますので、若い者と年寄りとの交流の場、そういうものが十分に活用できるんじゃないかなというようなことを期待しながら願いを込めて今建設中であります。ただボランティアという問題になりますと、非常に中央区というところはですね、非常にお忙しい方が多くてですね、ボランティアをしたいと希望される方は非常に多いと思うんですけれども、はい、なかなか時間的な余裕がないというようなことから、現在登録されているのは140名程度の、はい、ボランティアの方が登録されています、はい、まあ、その程度でいいかどうかという問題でありますが、これから、まあ、在宅福祉を進めるにおいてはですね、もっともっとそのボランティアの方々のご協力をいただけなければならないというように考えています。なるほど、本当にいろいろなサービスが実施されてるんですね。そうですね。そして今のインタビューの中にもありましたが、中央区のいわば福祉の中核となっているのがこの中央区福祉センターなんです。ところでですね、こちらの建てられた目的というのはどんなことなんですか。はい、府内在住の心身障害児の方やご家族のための悩みとか訓練を行うための施設です。実際に利用するにはどうしたらいいですか。はい、相談部門がございますので、そちらへご案内いたします。はい、よろしくお願いします。Thank you.
ちらはどんなお部屋なんでしょうか。はい、こちら機能回復訓練室です。どうぞ中入ってください。はい、失礼します。失礼します。こちらではどんなことを行われているんでしょうか。はい、主に中途障害者の方を対象に、はい、理学療法、作業療法、英語療法を行っています。具体的に言うとどんなことですか。理学は運動です。はい、作業はあの指先の訓練、筆、はい、など細かい作業です。はい、言語は言葉の訓練です。はい、今行われている皆さんは何をやってるんですか。はい、あの皆様方は今日は訓練ではなくて、はい、それぞれの訓練を卒業なさった方が自主的に集まっています。はい、これだと北さん見て、タイヤがおかしくない？これは横向いちゃってるよ。畳の上の方は何をやってたんですか。あそこも同じなんですけれども、椅子に座れない人とか、畳の方が楽な方はあちらで仕事をしたり、割とくつろぐ場所っていう感じですね。そしてなんか隣の方のお部屋があるんですけれども、隣の方は何の部屋ですか。目的を同じとしてるんですけれども、はい、大人ではなく子供の部屋があります。大体年齢はどのぐらいの、2歳から中学前のお子さんになります。大体遊びを中心として日常生活習慣の訓練を行っています。幼児室ではどんなことが行われているんですか。はい、まだ自分で遊べないお子さんを見てますので、職員と一緒になって主に身体接触として一緒に遊んでいます。じゃあ先生と接することによっていろんなことが増えるということですね。困難な方に家具を提供しまして、その訓練をしています。あ、今なんか皆さんちょうど箱かなんかを折ってますね。はい、これはお中元の箱だと思います。そうですか。はい、やはりこの作業をすることによって訓練の一つという感じですか。はい、そうですか。まあ将来的に就労ができたらと思ってます。はい、まあ一応仕事の一環みたいなので。はい、そうですか。ところで、まあ、皆さんこうやってたくさんの訓練を受けているんですが、センターでは今後の課題としてどのように考えていますか。そうですね、利用者の重度化と、あとセンター利用者の増加があるんですよ。はい、ですからそのニーズにどのように応えていくか、これが課題だと思います。そしてまあ、センターの中では皆さんね、和気あいあいとしているんですけれども、このセンターの外から出て地域の方々 の、関わり合いっていうのはどのように考えてますでしょうか。とっても大切なことなんですが、それがなかなかできないんですよ。で今センターの行事の中に地域の方に入っていただこうと思いまして、はい、行事の時にはいろいろと声かけをして、ぜひセンターに遊びにいらしてください、そういうことをしています。じゃあもう皆さんね、積極的にしてまいりたいですね。
こういった施設面での充実は、確かにハンディキャップを背負った方々にとって、その機能を回復できる場であるとともに、お互いの交流の場、そして触れ合いの場としての役目を果たしているんですね。はい。それに、触れ合いといえば、こういった方たちと私たちがいかに触れ合っていくかということだと思うんですよね。そういう意味で、ボランティアの方々の活動を私たちも見習わなくてはならないですね。4月から始まったばかりなので、多い方はたくさんですし、自分のできる範囲のだけで協力してますんで、月に2回ぐらいの方もいますし、10回以上の方もいますし、それぞれご自分の時間に合わせて協力しています。心の触れ合いというか、そういうお互い の人間的な思いやりというものの触れ合いということで、常にそういう面を大切にしていくということによって、こういう制度というより人と人の関わりを育てていくということは非常にいいことだと思うし、全ての人の問題として考えたときに、こういうものを本当に大事にして育てていかなければいけないと思っています。特別なことじゃないんで、そうですね、視覚障害者の方に手と 肩を貸してあげられるんだという気持ちでやれば、どなたにもできると思います。銀座は初めは今の銀座のところ、京橋2丁目にありましたが、後に昭和年間から柿原町に移りましてから、ずっと日本橋に銀座がありました。つまり金座も銀座も日本橋にあったんです。その他、後藤縫之助という幕府及び銀座の場合は、私の中途失明で一生懸命それだけがいろいろな情報を得る、文字にはとても貴重な手段なもんですから、返事は一応習得いたしましたけれども、それを読むということはとても神経の使うことなんです。やはりちょっとできないところを補っていただけるっていうのが一番すみよいことにつながるんです。対面朗読サービスっていうようなことが実現したっていうことは、非常に中国が住みやすいところだと思っております。特にこうテープなんか取っていって、お家に帰って聞き直しなんかをされて、結局この場だけでこう終わっちゃうっていう感じじゃなくて、その我々が、しっかりながらもこう一生懸命読んだものを、もう一度本をこう繰り返し読む形という形と、近い形でお家に持って帰られて、そのこうテープをこう聞いてくださってるっていうのが、結構この場限りじゃなくて、お家に行ってもこの拙い読んだものを聞いてくださってるのかなと思うので、ちょっと嬉しいなっていう感じがありますね。はい。実は私の母がもうね、やはり3年前に亡くなったんですよね。それで自分でこんな商売やっておきながら、相当一度も母に自分の作った料理を食べさせることができなかったんですよね。それで近くに年配の方がいれば、自分のいわばおばさんみたいなもんですからね、その人たちに少しでももし役に立つんならばと思って、始めたのがボランティアなんですよね。マスオさん、どうも、お久しぶりです。マスオさん、かぼちゃ好きだったの、かぼちゃさんからいただきます。いただきます。
でも今自分で顔であるからね、うん、これ美味しい。対面した瞬間にね、顔色がすごく優れてる状態の時ってあるんですよね。その顔色を見た瞬間に、あ、今日は健康だなと思った瞬間に、私はもうそれなりに、あ、よかったなっていう感じですよね。さあ、まみちゃん、いかがでしたか？はい、今回レポートしてみて一番感じたことは、例えば福祉センターの方たちなんですが、いろいろな意味でハンディキャップを背負っていながら、皆さんとっても明るいんですよね、はい、それこそ人に見えないところで言葉に表せない苦労をしているはずなのに、そんな素振りも全然見えないんです。皆さん本当に前向きに生きてらっしゃるというか、その強い姿勢に今回私はいろいろと教えられたような気がしますね。なるほど。私はボランティアの皆さんの活動を通じて、何もこれは特別なことではないんだということに気がつきました。ごく普通のことなんです。誰もが平等に健康で暮らしていきたいと願っているわけですし、それを築くのは私たち自身です。同じ願いを持った私たちがお互いに力を出し合い、助け合って暮らしていくというのはごく普通のことなんですね。本当にそうですね。さて、今回の私の中央いかがでしたでしょうか。福祉、健康、スポーツの街を目指し、中央区は太陽の街を宣言しましたが、あの太陽のように明るく暖かく希望に満ちた街づくりを目指し、皆さんと一緒に本当に住みよい健康で気概のある街を築いていきたいですね。それではまた、さようなら。